にちは、アフィション今井です。当社母体のチェイスカンパニーの方で今回また新車のコンプリートカー製作させてもらうことになりました。こちらアルファードタイプゴールドですね、S ベースの車なんですけど、こちらもうこのままでも実際十分かっこいい車なんですけど、これから当社アフィクションの方の、まあ、パーツを存分につけたり、それ以外にも例えば足回り、マフラー、その辺もつけていきます。そこも頭に入れてもらったら嬉しいです。まずはね、ちょっとノーマルの雰囲気をこの状態でご覧いただいて、そこからどう変わっていくかを見てもらいます。ではよろしくお願いします。これがデイライトのキットのパネルです。で、商品、これシックセンサーの商品なんですけど、ちゃんとトリセツもしっかりとね、シックセンサーもしっかりされてますね。お、ステッカーもついてます。このステッカー、ハンドの馬がみんな貼ってますよね。人気あるな。で、ちょっと配線類もいっぱいあるんですけど、ちょっとこの辺を全部取り付けていきます。足回りの車庫調も終わりました。で、そのままこれフォグランプとデイライト、デイライトシートもつけました。こちらの方ですね。で、あとフォグランプもね、純正じゃなくてこれ 2way のやつに入れ替えをしましたんで、前回りのこちら取り付け完了と、車庫帳、これも車庫だけ低いのだけ分かるんですけど、じゃん、今回ご指定のパーフェクトダンパー 5G、5G っていうのかな、こちらの方純正を超えるサスペンションということで、こちらの方の足回りを回していただきました。こちら5センチのローダウンとなります。また続いて作業入るんですけど、その前に足回りが作業終わったので、この状態で次はアライメント調整の方に持っていきます。引き続きのね、状態を説明します。で、とりあえずね、今回これタイプゴールド、ポイントとしては最後のところにこのメッキのパーツがあるんですよね。で、これは当然おしゃれなんですけれども、当社のドアパネルをつけていただくのに、これをノーマルのパネルに変更します。こちらですね、これノーマルのパネルになります。これはどこっていうのは先ほどもちょっと説明してた通りで、このメッキのこれを外してこれをつけるようにしますんで、はい、入れ替えます。あ、これは後ろか、ここですね、ここに入れ替えますんで、この作業もやっていきます。内装、当然これ新車ビカビカですね。で、シートカバー今からつけていきます。もともとはこういうゴールド、タイプゴールドなのでゴールドのステッチ入ってるんですけど、これ全部消えちゃいます。シートカバーも一台分つけますんで、そこもご覧いただければと思います。あとね、細かいところで言うとフロアマットも、アフィクションのオリジナルでマット出させてもらってます。普通の字のままがここに映ってます。でもこちらも取り付けをしていきます。キャリパーカバーです。こちらのキャリパーカバーも取り付けしていきます。はい、シートカバーでございます。今回これお客さんからのご要望をいただきまして、黒色に赤のステッチ、それにこちらの背もたれの部分は、はい、このように赤色の通気性のいいね、こういう柄のやつですね。ここエア抜けるようになってますね、ちゃんとね。このような生地のやつをシートカバーもつけていきます。準備完了です。一応検品済みましたので、今から取り付けやっていきます。
さあシートカバーの途中ですが、一応フロントシートはこのようにほとんど出来上がりました。で今後ろの真ん中のシートですね、こちらの方をやってます。これね、このシートカバーね、柄かっこいいんですけど、ちょっと難点が一つありました。難点はこちらのアームレスト、こちらのアームレストのカバーがちょっとチャック式ではなかったので、はまるのがね、ものごっつい大変でしたね。穴がこのようにここしか開いていないので、こちらからボルトが通せないんですよね。だからここはちょっとメーカーさん改良ありかなって感じですね。まあとりあえずこれぐらいかな。あとはまあ通常はめるのは、まあ、しっかりと生地も厚い状態なので、まあまあ分厚いですね。このようにはい、こんなようになってますんで、でまあここはチャックがついてるんでまだ少しは楽でした。ただ一番の難点はこのアームレストなんですけど、これがこちらの方が純正のアームレストで、こちらからボルトで止めるんです。でこれがアームレストがこうなるんですけど、ここにかぶすのがこちら、このカバーなんですね。まあ、これをこうはめるんですけど、これを入れ込むのにまずこの穴しかないんです。この中にこいつを全部通していって、でこれを最初にカバーをかぶせれたらいいんですけど、それをやっちゃうとこっち側からネジが通せないので、途中までかぶしてボルトを止めてからこれを全部覆いかぶさないとダメなんです。ちょっとびっくりです。全部で8個あります。1,2,3,4,5,6,7,8 8個ですね、8個かかります。ではまた続きやっていきます。まずね、今回させていただいたのが、オプションパーツ、パックの、まずはパックの商品というのはフロントスポイラーがついたり、あとローダウンサスがついたり、でそれ以外に、お客さんのご要望でナビゲーションをこう追加でつけてくれとか、バックカメラをつけてくれとか、いろいろそういうことがあったんですけど、今は、この、まあ、アルファードベルファイアに関してはディスプレイオーディオになっておりますので、ディスプレイオーディオに関してはもうバックカメラも標準でついております。だからそこは何もいらないんですね。ただ追加で今回フロアマットであったりとか、シートカバーであったり、あとまあ要望であったパーツですね、デイライトであったりとか、そういうものを追加で、まあ、追加の要は費用がかかるよってことですね。こちらの方を付けさせていただいて、それのご説明をまず最初にさせていただきました。気になる点があればね、いつでもチェイスカンパニー、こちらにちょっと今回書かせていただきます。詳細の方はこちらの方にお問い合わせいただければ、まあ、電話でもメールでも結構です。お問い合わせのほどお待ちしております。では次回は新車エアロパーツのつけるところの動画とかをアップさせていただきますので、よろしくお願いいたします。では